今回の学園は、どうも MX マネージメント学園校長の DJ コーです。我が学園もいろいろなアーティストが部活動を通していろいろな活動や趣味や、特技を見せてくれていますが、今回はまだ学園で出演していないアーティストたちの素顔をここで AMG 学園流に皆さんにお見せしたいと思います。今回はまだ学園に出演していないアーティストたちが意外な特技を披露しちゃいます。温かい目で保護者参観ならぬ視聴者参観的な感じでですね、見ていただいて、なんかいろいろといいねとか、あのママいいねとか、あの送っていただければ、あらが、うん、ありがとう。じゃあそれでは出発進行。まず最初に特技を披露するのは、通信がボーダンサーの6人組ダンス&ボーカルグループブリジット。踊れる大人のラブソングを武器に各地のビッグイベントやフェスに参戦。さらに世界的に有名なブライダルファッションデザイナー桂由美が監修した恋人の聖地公式ウェディングソング「君だけ愛してる」は幸せになる CD と話題に。そんなブリジットの意外な特技とは？はい、ということで特技披露ということなんですけれども、特技になるかわかんないんですけど、亮とむちゃくちゃ似てるんですよ。あれ、よく、まあ、よく見たら、あれ双子じゃないですか。双子やろ。これ特技、特技。マジっすか。全然気づかなかった。それね、ただ生まれただけやから。あまあでもね、やっぱり僕らはね、はい、サッカーですよ。あーね、サッカー。ブリジットの、あのファンクラブイベントでも、フットサルイベントやったりとかして、そうですね、サッカー得意です。ということで、双子のダンサー亮と優が得意のリフティングを披露。しかし、そこには悲劇が。嘘でしょ。ちょっと待って、ちょっと待って、甘口甘口。ということで、気を取り直してテイク2お願いします。頼むよ、頼むよ。おー、おー、いい、ほら、あ、りょうさんは、あ、りょうさん、ちょっと待ってください。ゆうさん、今いいとこ見せました。いいとこ見せました。オッケー、じゃあ見せよう、見せよう。よしよし、お前、行ったね、あれやったね。りょうさん、ちょっと待って、あれやったね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、3回目、ちょっと待って、3回目だな。しかし、この後もりょうの動揺は続き。いいよ、本当にね、いいよ、いいですよ。ちょっと、りょうさん、頼む。止めよう。目の前がね。止まれ。おお、よいしょ。なんと6回目でついに成功。いや、ありがとうございます。いや、もう本当ね、こっちが緊張した。そんな大緊張の連続だったリフティング披露。しかし、ブリジット的にこれではあまりにも納得がいかないので、トリプル A が10周年を記念して行った7ヶ月連続シングルリリース、その第1弾となった I'll Be There で作曲を担当したブリジットのシンガー草川俊がとっておきの特技を披露しちゃいます。それは聞きで、噛んだわ。聞きエクレアでございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうこれしかないですよ。いろんなエクレア食べてきたんですけど、はいはいはい、あのやっぱり行き着いた、最終行き着いたところがセブンイレブンさんのたっぷりチョコのカスタードエクレア。あー、うわー、うわー、食べてるわー、しゅんくん。これむちゃくちゃ美味しい。食べてますね、確かに。そのエクレア、はい、私、あの目隠しして食べても当てることができますので。なるほど、はい。ということで、ブリジットのシンガー草川俊がチャレンジするのは聞きエクレア。今回用意したのはコンビニなどでも売られている3つのエクレア。コクのあるカスタードクリームが特徴のこだわり極みカスタードエクレア、直炊きカスタードとホイップクリームをミックスしたクリームが特徴の牛乳と卵のエクレア、そして最後は草川のお気に入りセブンイレブンのたっぷりチョコのカスタードエクレア。トレードマークのサングラスの上から目隠しをして、用意した3つのエクレアを ABC に振り分け、準備は完了。
果たして草川はお気に入りのエクレアを食べ当てることができるのか。じゃあ A からいきますね。はい、いいですか。ちょっと待ってください、めちゃめちゃ緊張します。いきますよ。はい、あ、はい、げてください。はい、ちゃんとクリームまでね、しっかり。早っ。大丈夫ですか。大丈夫ですか。いきますよ、はい、続いて B のエクレア。はい、はい、死なんでるな。これして何？この右手はないや。これして味覚が鋭くなるんすかね。多分そうでしょ。オッケー。オッケー。めっちゃ悩んでるやん。続いて C。出た。そりゃそうでしょ。いや余裕でしょ、余裕でしょ、ね、ただ、はい、一つ言えることは非常に幸せ。いや、ちょっと待って待って。ということで3つのエクレアの試食が完了。草川の出した答えはこちら、ドン B。 おお、あの、なんていうかな、こう本当にこう自然とエクレアが俺にこう入ってきてくれた、ね、寄り添ってくれたっていうか。腹立つな。果たして正解は。正解はドッピー。ほらー、ほらー、すげーな、すごいね、ほらー、いや、すごい、ほらよかった。すごいわ。ということでこの機会にね、はい、僕たちブリジットの楽曲の方も、そうですね、全くスイーツとは違いますけれども、ね、甘い楽曲歌っておりますので、ぜひともこれを機会にチェックしていただきたいなと思います。はい、そしてですね、ライブの方にもぜひブリジットのライブ足を運んでもらえたらなと思います。お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします、はい、続いて特技披露に挑戦するのは。皆さんこんにちは。私たち痩せたら首、太りすぎても首のエリートプニコユニット、チャビネスです。よろしくお願いします。痩せたら首、太っても首、エリートプニコユニットチャビネス。話題のピコ太郎の生みの親、小坂大魔王やダイスの工藤大輝が楽曲提供。プニコが日本をハッピーにを合言葉に、さまざまなジャンルでみんなのハッピーをサポート。そんな彼女たちの特技は。今回皆さんに、特技披露していただきたいんですけれど、はい、まあ、10名いらっしゃるから、はいはい、なんかお一人10秒。え、皆さんに特技を言っていただきたいんですけど。ちょっと10秒いける？10秒は少ないな。ということでチャビネス100秒チャレンジ。1人10秒、持ち時間100秒でメンバー全員の特技披露を目指します。よーい、中崎ゆなです。電卓のブライアンタッチあります。頑張れ、頑張れ、もう10秒ぐらいで。しながらバラードを歌います。おりゃ、おりゃ、なんて風に思えたら強くなれる。はいはいはい、池山千秋トランペット吹きます。我そのこなり、過食納豆、不過食豆腐、趣味暁を覚えず、主婦丁重を聞く、やらい冬の声、鼻落ちること。はい、シマリカです。朝ごはんでミュージカルします。あ、即興ミュージカルします。また朝ごはんください。サンドイッチ。彼女はサンドイッチを食べてる。あー、おいしい。はい、川焼きなです。口笛します。堀川亜美です。可愛く見える自撮りやります。この上を向いて脂肪を全部落とすことによって心配で、はい、取りました。これをたどりと比べてみましょう。こちらがたどりです。太って見えますね。まあ太ってるんです。こちらが自撮り。細い。朝川美です。いいよ、いいんだよ。お尻で風船潰しします。あれ変な声。
シャビネスチャレンジ失敗です。もう一度チャレンジさせていただいてもよろしいでしょうか。せーの、お願いします。じゃあ1人5秒ずつで。やりたいパターン。ということで再チャレンジは1人5秒で挑戦。持ち時間はメンバー全員で50秒。果たして成功するのか。よーい、手続きで全力やります。5秒。サイハラマルのアクションします。はい、終了。お帰りで逆立ちながら歌います。あはい、OK、 行けます。クラペット来ます。その子なり。はい、しまりかです。朝ごはんで即興ミュージカルします。卵焼き食べたい。かわやきなです。口笛吹きます。ポリカワミ自撮り。自撮りだちょっと。かわいい。ポリカワミ先にお願いします。やりやすくなる。踊ります。わちゃわちゃと個性豊かなプニコたち10人で頑張っていろいろ活動してます。あのイベントとかもたくさんあるので、ぜひよかったら皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。では最後ご一緒にチャビネビーハッピー。ありがとうございました。ということで、特技が伝わったかどうかは微妙でしたが、チャビネス2度目となるワンマンライブ、アフロ君とチャビネスワンダーランドが3月10日に開催決定。彼女たちのパフォーマンスもお見逃しなく。次回の ABEX マネジメント学園は俳優の武志直樹です。俳優武志直樹が ABEX の新たな仲間たちをご紹介。衝撃の歌声で今話題のシンガーから SNS 自作動画のトータル再生回数が1億回を突破、話題のミラクルベルマジックが登場。結構固めて、あ、固めて、お楽しみに。